ピロス・ルイスあるいはスピリドン・ルイスは、ギリシャ出身の水運び妊婦で1896年、アテネオリンピックに出場した、近代五輪史上最初のマラソン競技優勝者。ルイスは、現在のアテネ郊外のマルウシの貧しい家庭に生まれた。ルイスの父は湧き水を汲んでは、アテネに運んで売っており、ルイスは、その運搬を手伝っていた。1894年に、 オリンピックが復活することが決定した後、競技の選定が行われた。その中の一つに、マラトンの戦いの勝利の際の伝説に基づき、マラソンという名前で新種目の長距離走が行われることになった。ギリシャの歴史を反映した競技に、ギリシャ国民は熱狂し、必勝を期して、開催前に選考レースが行われた。ギリシャ陸軍の大佐、 パパジアマンドプロスがレースを主催した。3月22日に最初の先行レース、つまり最初のマラソンが行われ、ハリラオス、バシラコスが3時間18分で1位に入った。上官であったパパジアマンドプロスに勧められ、ルイスは2週間後の2回目の先行レースに参加した。このレースではルイスは5位であった。オリンピック5日目の4月10日にマラソンが計画されていた。 ギリシャ国民の期待や予想に反し、未だにギリシャ代表選手は陸上競技で1位になっていなかった。特にギリシャでは古典的な競技として広く親しまれている円盤投げでアメリカ代表のロバート・ギャレットが優勝したことは特に苦痛であった。マラソンを前に国民の期待は高まっていた。マラドンでパパジアマンドプロス大佐が 13人のギリシャ代表と4人の外国の代表にレースの開催を告げた。レースを最初にリードしたのは1500メートル走で3位に入っていたフランス人のアルバン・レムゾーであった。ピキエルミの街で宿屋に駆け込んだルイスは一杯のワインを飲み、他の選手がどれだけ前にここを通ったかと人に尋ねた。話を聞いた後、ルイスはゴールにたどり着く前に、 他のすべての選手を抜き去ると自信を持って宣言した。3 2トルの地点で、レムゾーは限界に達し、レースを棄権した。戦闘は、すでに8 0 0ルと1 5 0 0ルで優勝していた、オーストラリア代表の手でフラックに変わった。ルイスはゆっくりとフラックとの距離を詰め、マラソンの距離に慣れていなかったフラックはさらに、数キロメートル走った後に倒れ、 ルイスが先頭になった。自転車でフラッグが先頭に立ったというニュースが届けられたため、スタジアムの空気は張り詰めていた。しかし、ルイスが先頭に立ったというニュースが警察から届けられ、観客は熱狂的にこのニュースを歓迎した。ルイスは先頭でスタジアムに入り、コンスタンディノ総大使とイエオリオス王子はトラックに降り立ち、ルイスと共に、 最後のラップを走った。2時間58分50秒で乾燥し、その間にワインとミルク、ビール、卵とオレンジジュースを飲んでいた。ルイスの勝利は観客を熱狂させ、その様子は次のように公式記録に残されている。さらに2位と3位にギリシャ代表が入り、興奮は最高潮に達した。3位に入ったスピリドンベルカスは後に馬車に乗って、 コースの一部を通過したことが発覚し、ハンガリー代表のジュラコルダが繰り上げ3位になった。この競技後、雨が降り出したこともあって、表彰式は見送られ、翌日にルイスは表彰されている。ルイスはギリシャ中からプレゼントを送られた。貴金属といった高価なものから、床屋で一生無料で髭を剃ってもらえるなど、風変わりなものもあった。 ルイスがすべての贈り物をどうしたか分かっていないが、贈り物として入馬者を受け取ったことだけは明らかである。これ以後、選手として再び走ることはなく、納付、そして後に警察官として静かに生きた。1926年にルイスは軍勤務時代に公文書偽造をしたと告発された角で投獄されたものの、その1年後に無罪とされ、釈放されている。 解放前にギリシャの新聞のいくつかで国家の英雄であるルイスはそのようなつまらない罪を犯すことがあるはずもなく逮捕と投獄はギリシャの汚点であると報じられておりこれはルイスが競技の22年後にも依然として有名人であったことを裏付けている1936年ベルリンオリンピックに招待されたのがルイスが公式の場に登場する最後の機会となった アドルフ・ヒトラーから平和の象徴として、オリンポースさんのオリーブの小枝をヒトラーへ手渡すセレモニーのためにベルリンへ招待されている。この時の記録写真も存在している。ドイツがギリシャに侵攻する数週間前にルイスは生まれ故郷のマルーシで死去した。ギリシャの多くのスポーツクラブはいまだにルイスの名前を冠しており、2004年アテネオリンピックのメインスタジアムも ルイスの名前が付けられている。なおメインスタジアムはルイスの生まれたマルー氏にある。ルイスの死去後、五輪場において、最大の栄誉はマラソンで勝利することと位置づけられ、それは現在でも続いている。2004年のアテネ五輪では、彼の彦のエマニエル・ルイスが、祖先の勝利したスタジアムへ聖火を運び、さらには彼を記念したマラソン特別表彰式が閉会式時に行われ、 かつその後の北京五輪からは、この表彰式を踏襲して、必ず閉会式時に表彰を行うことが定められた。2012年4月、彼が受け取った銀製のマラソン優勝カップが彼の孫によって、イギリスのクリスティーズで競売にかけられて、オリンピックメモラビアとしては、ヘルシンキオリンピックの聖火当地の40万ドルを超える、史上最高額となる54万千ポンドで、 ギリシャの海運王の遺産で設立されたスタブロスニアルコス財団が落札し、ギリシャ国外への流出は防がれた。ありがとうございます。